豆キュン。赤トンボを描こう。成長すると空を飛ぶ赤トンボになるのよ。うわあ、ならエニーが赤トンボを描いてみせて。あのね、今はこんな変な姿だけど、もうすぐかっこいいトンボになるって教えてあげようと思って。なんですって？ねえ、早くエニー。うん。小さな丸を描いて、左右に大きな丸を描いて目を作るの。トンボの頭の完成よ。胸は目の上にぽっこりと曲線を描いて、お腹は細長く右にスーッと描いてね。短い線をいくつか体の中に引いて、頭の方に近い足を細く1つ、2つ書いてね。その次は胸の方に細い足を1つ、2つ書いてね。トンボの足は全部で6本あるけど、反対側は描かないでいいよ。あとは薄い羽を左に2枚。右に2枚描いたら、僕が綺麗な色を塗れば、わあ、赤トンボだ。うん、あれを見て。成長したらあんな風にかっこいいトンボになれるからね。もうちょっと我慢するんだよ。なんですって。